外見よう。何時か外見よう。あ、洗浄、洗浄。月曜日ぐらいから出血がありまして、はい、お願いします。はい、で、ですね、ま、見た感じは、はい、あのおむつちょっと取ってもらえたら分かるんですけど、はいはい、出血って感じですね。そうですね、には見えるんですけど、ちょっとどんなんかなと思いまして。結構陰部も張ってますしね。はい、うん、8畳かなとは思うんですよね。はい、ちょっとエコの方で見てみますね。あ、わかりました。ちょっとね、かかります。はい、先生、前回がね、はい、3月末の生理だったんですけど、はいはい、今7月ですけど、はい、3ヶ月ぐらいで来るもんですか。ちょっと不定期ですよね、ちょっとね。熱は問題ないですけどね。おはい、ちょっとおしっこ結構溜まってるんであれですけど、はい、まあ、今見た感じは子宮の腫れっていうのは異常なものはあんまり見えないですね。ああ、そうですか。蓄膿っぽいようなね、臓というのは全然見えないです。はい、ちょっと卵胞かなっていう腫れてる部分がありますしね、多分まあ他だから陰部の方の腫れもあるんで発情なのかなと思うんですよね。あ、うん、昨日の夜から今朝までつけとったおむつが、はいはい、こちらなんですけど、一晩おしっこはしなかったようなんです、はい、で、一応血だけが出てるような状況なんですけど、血海、ね、って感じはやっぱり出血っぽいですよね、これ見た感じはね。あればちょっと周期的にはあれですけどね、まあ、あの無理くりね、ホルモン動態とか触るような注射しましたし、こんなのがひょっとしたら影響してて、発情周期がちょっとおかしくなってるのかもしれないですけど。あ、なるほど。陰部が結構腫れてますしね、はい、今の状態からすると、まあ、発情は発情かなと思うんですけど。あ、そうですか。まあ、やっぱりね、子宮の中の状態と
ていうのが、まあ、エコーではなかなか分かんないですしね、発情といえども前ちょっとやっぱり蓄膿とかしてるんで、まあ、定着がねどれぐらいまあしたとしてもあるかっていうのと、まあ、あとはねまた同じような繰り返しになっちゃうかもしれないんで、まあ、余計ちょっとかわいそうなことに、ね、なってくるかもしれないですけどね、なかなか難しい判断やと思います。状況としては、まあ、畜能よりかはどっちかといえば発情かなというぐらいですか。そうですね。うん、だと思います。あ、なるほど、はい、分かりました。まあ、でもご飯食べてますからね。そうですね、まあ、みたいな病気ではないと思いますので、はい、分かりました、そっか。そっかそっか、まあ、状態としてはいいかな。はい、はい、しょこちゃん、クッキー、サコー、はい、チョコ、よいしょ、チョコか、チョコか、